っしゃいませ。心やご飯へようこそ。はい、今回の動画はバルサミコ酢を使ったジューシーでフルーティーなサラダを作っていきます。今回使う主な材料はバルサミコ酢とモッツァレラチーズ、ミニトマト、バジル、今が旬のイチゴを使っていきます。バルサミコ酢は本当にポリフェノールがたっぷり入っていて、健康にも美容にもとても効果的です。ぜひ作ってみてください。それではやっていきましょう。それではイチゴを切っていきます。今が旬のイチゴ、とっても甘くてジューシーで美味しいですよね。たっぷりと堪能しておかなければ。ちょっと細かめに切っておきます。次にミニトマトを切っていきます。こちらのトマトもジューシーで美味しそうですね。今回作るバルサミコ酢を使ったサラダはクックパッドを参考にしたんですけど、あとは私のオリジナルで考えたレシピなので、よかったら作ってみてください。次にモッツァレラチーズを切ります。こちらもいちごみたいにちょっと細かく切っておきます。それではここでやっと登場、バルサミコ酢です。ドレッシングを作っていきます。まずバルサミコ酢を大さじ2入れます。次に砂糖を入れていきます。私はいつもこのきび砂糖を使っています。この100均で手に入れた入れ物がとっても重宝しています。200円の商品だったんですけど、ちゃんと密封されるので湿気ってしまうことがないんですね。このミルクパン型の可愛いスプーンもとても便利です。これで大さじ1になっているので、そのまま直接お料理に使えることができるのでとっても便利です。では砂糖を大さじ1入れます。レモン汁を大さじ1、お好きな赤ワインを大さじ2入れます。最後に蜂蜜を大さじ1入れて、よくかき混ぜます。切っておいた具材にバジルを加えます。バジルの香りが食欲をそそります。最後に合わせておいたバルサミコ酢のドレッシングをかけて、ゆっくりとかき混ぜます。とても彩りが綺麗ですね。器に移して、完成です。ジュースみたいにジューシーで美味しいので、ペロッと食べられちゃいます。よかったらぜひ作ってみてください。
今回の動画はこれで以上となります。最近インスタグラムも始めたので、よかったら見に来てください。それではまたのお越しをお待ちしております。